政府に関する質問からお願いします。昨日発表になったんですけれども、大阪府の人口が減少に転じたということで、それについてはどのように認めてますか。いや、危機感を持ってますね。東京一極集中という形で、これはもう日本が成り立たないと思ってますから、その東京一極をじゃなく二極にするためにもね、やっぱり新たな大都市制度、これを完成させなければならないとこう思ってます。首都圏とね、比べてやはり関西圏がやはり圧倒的に力を失えば、これはもう日本として成り立たないと僕は思ってるんで、なんとかね、大阪を中心に関西に人が集まってくる、要は関西にで仕事を作っていくということがやっぱりこれから一番重要なポイントになると。そのために大阪で、この、橋本市長と僕の時代、今は吉村市長とやってますけど、この間5年間いろんなことをやってきてね、多少なりともそういうにぎわいも作れてきたんで、減りましたけども減り幅はぐっと抑えられたのかなと思ってます。これから増やすためにはね、やっぱりもう大阪が一つになると、大阪が一つになることで関西がやっぱり大阪を中心にまとまっていく。僕と橋本市長の以前は、大阪がバラバラなんで、これもう関西がまとまるということはありませんでした。それぞれバラバラ、広域連合、関西広域連合のもうですね、これ橋本市長が、市長になって初めて政令市がね中に入ってきた。もうそれ以前は平松さんの時代は平松さんが旗振ってね、政令市連携とか言ってね、広域連合にも入らない、状況だったわけですよ。だから、まさにね、その政令市と都道府県の関係とかそういうのも含めてね、これはもう関西が一つになるためにも二度と大阪が不幸せとバラバラになるということにならない仕組みが必要やと改めて思いましたね。やはりそれには都構想だという。そうですね、広域を一元化をして人間関係によらない、僕と橋本市長の時代、これは人間関係による一体化でした。今吉村市長とも人間関係による一体化です。こんな脆弱なね、人間関係に頼るようなもんでは僕はダメだと思ってる。要はやっぱり結果なんですよね。やっぱり首都圏というのは東京が中心で、東京都が周りをぐっと引きつける、そういう形になってるわけですから、その成功例、これを見習うというのはもう当然の話だと思います。これやっぱり市町村長の、行財政運営の差がどうしても出てしまうのかな。要は例えば子育て世帯にしても高齢者世帯にしてもね、いかに今自分が置かれている状況で行政からどういうサービスが、提供されるのかということに対してね、非常に敏感にね、反応される、そういう細かくそういうサービスの内容をね精査されてると思いますよ。だから大阪市に人が集まってくるのはもう当然の結果で、橋本市長時代にやはり、子どもたち、子育て世帯というところをキーワードにしてサービスを拡充してきたという、その結果が出てるのかな。
例えば、まあ一番減ったのがどうかな、門真ですけど、門真森口ね、これ比べてもやっぱり減り具合というかね、森口も多少減ってるけど、この間森口の西畑市長と話してたら、森口は隣が鶴見区ですから非常に危機感を持って、要は、保育、それから、保育所幼稚園、これ完全無償化を4月からやるって言ってたのかな。やっぱりそういう形でのね、副議長のね、もう覚悟と、それから覚悟を持った行財政運営の差というものがね、これやっぱり選ばれる基礎自治体とになれるかどうかというのは変わってくると思いますよ。よろしいでしょうか。それでは専門に行かせていただきます。政務に関する質問をお聞きします。民主党と維新の党も合流話を進展したようなんですけど、これについてはどのように見ておられますか。いや、もう民主党に偽物の皆さんが吸収されてよかったなと、こう思ってます。まあ要は名前変えるだけでね、もう民主党に吸収してもらえると、まあ、どうしても民主党行きたかったんでしょう、もうだからこれでよかったと思ってます。まあ我々が言ってきた政界三変とはね、全く違う形なんですけど、これは再編でも何でもなくて、要は、選挙に、いかに有利かで民主党に吸収してよと、まあ民主党の方も少しでも、まあ、当面人数が増えるんならもう入れてしまおうということでね、我々にとっては、誤解されることがないということで、間違われることがないので、もう早期に早く、民主党に吸収されてもらいたいと思ってます。それこそ参院選の戦いとかにはただ影響は出ない。いや、参院選の戦いにはね、政策選挙ですから、徹底的にね、民主党じゃこれ身を切る改革できませんし、これ自民党も民主党も企業団体献金の禁止、これは実行はできません。まあ自民党はもうやる気ないと初めからおっしゃってるしね、民主党は禁止と言いながら、今も企業団体から献金受けられてますから、これ企業団体献金禁止掲げて党としてもう受け入れていないのは我々だけですんでね、だから、まさにそういう改革をできるという政治の集団というのは大阪市の会だけですというね、そういう主張ができると思います。名前の点でも、維新が今並列している状態だったんですけど、再選に向けてやっぱりそれだいぶ変わってくると思うから、いや、あれ新聞読むたびにね、民主維新がどうのこうのって書かれるとね、もうなんかもう、まあ、大阪の人はあまりもう誤解されないというか間違われないと思いますけどね、まあ大阪以外ではね、維新どうなったんやというふうにね、誤解受けてるかもしれません。そういうことで言えば、もう早くに、民主に吸収されてほしい、だからこれからは民主維新のね、そういう、こう協議がまとまるということにはそういう記事は出ないと思いますのでね、だからもう早く、向こう側に入ってもらいたいと思っています。国民有権者の期待感はどうでしょう、高まるかどうか、どう思いますか。いや、これはまだ大阪以外ではね、実績がないんで、まあ少数の政党ではなかなか実績は作れませんけども、要は大阪でできたことはね、全国でできるはずですから、そういうことをいかに、まあ
分かりやすく説明できるか、こういうことだと思います。あちらの合流の方は国民有権者どう見るでしょうか。選挙互助会見るんでしょうね。だってあの今度は共産党も一緒になってね、選挙協力するわけですよ、でも一番の、身を切る改革の定数の問題で、共産党が、ね、民主党と、共産党は民主党とも自民党とも意見が合ってないわけです。共産党はそもそも削減するないう話やと思いますからね。だから、そういう一番の身を切る改革のところも、もう横に置いてでもね、選挙協力をするというのはもう有権者から見たら野合談合でしかありません。選挙互助会、自分たちのバッジを守ろうと、国会議員の身分保障を守ろうと、こういうことです。参院選前に京都3区の補選がありまして、そこでもまあ例えば対民主という構図になる可能性が結構高いと思うんですけれども、それこの前もお聞きしましたけど、そうなるとどう狙いますか。いや、どうなるも、これはやっぱり民主党ではね、まさに、この国は悪くなる、まあ、悪くなったわけですし、政権とするときに、もうガタガタにされましたから、そういう、政党に、ね、力を与えるのか、まさにこの国をね、その納税者の、納税者の、視点で、税金の使い方を見直そうとする我々大阪維新の会、の議席を一つでも増やしていただける、そういうことを訴えていこうと思います。週末の段階では馬場幹事長が今面談中ということでしたが、あれから進展はありますでしょうか。まあ、今さらに絞り込みができていると聞いています。どういう候補者を立てないっていうのは、いや、もう覚悟がある人です。バッチにしがみつかない。でもそのまさに、納税者目線、その感覚を持ち合わせている人です。まあ、僕と同じ感覚を持ち合わせている人です。宮崎議員はその育休問題とかですね、育休を取ろうとしてその、まあ、そのプライベートの話もあり辞職されたわけですけれども、そういう事情があって、まあ、辞職された後の補選ということで、その候補者像というのは何かありますか。いや、もう そのことによっての候補者像はありません。まあ、政治の本質とは違うところで、人としての本質というかね、まあ亭主としての本質、家庭人としての本質に問題があったわけで、政治家としての本質の問題とはちょっと違うんで、選挙は政策を選択してもらうものです。今日経営の発表が2人ありましたけれども、土曜日の段階で3人決まったということでおっしゃったと思いますが、1人の事情があるんですか。いや、これは馬場議員が、幹事長がいろいろと、話し合いをして、まあ、少しいろんな家庭の事情とか、そういうことで発表を見送ったということでしょうか。ちなみにこう選んだ2人の何か理由みたいなのがあれば、どうお話ししたいんですか。いや、もう理由というのは、まあ、我々と覚悟をいつにしてるかです。発表されなかった方は、特にご自身からなんか出馬の事態を、そこまでは聞いてません。すみません、ちょっと補選の話に戻るんですけども、もう月末までに固めるというか、もうということでしたけど、その星も変わらない。変えてません。それでは終了いたします。ありがとうございました。